はい、こんにちは。長野インターネット放送局です。今長野県は飯綱高原の、古民家カフェノラノラに来ております。その奥の方にあります蔵を利用した、ギャラリー今来ております。そこに今展示してある、作家さんに来ていただいておりますが、すいません、自己紹介をお願いいたします。はい、浮田康之と申します。康之さん、はい。本業は確保と言っても絵ではなくて、はい、文章確保の、ライターをやっておりまして、もともとは、旅とかワインとか、はい、食文化を取材して、それで雑誌とかウェブサイトに書くという仕事をずっとやってきたんですけども、このコロナで自粛したのをきっかけに、はい、ちょっと絵を描き始めましてですね。絵を描いたんですね。はい、それで、それも鳥の絵を描くことになりまして、ふとしたきっかけで。それで鳥は、我々は自粛していますけど、鳥は自由にね、空を羽ばたけるし、好きなところ行けるしっていうんで、鳥にこう我々の希望を託して、それで鳥を題材に絵を描いたと。で、僕が描いてるだけじゃなくて、絵を描くとちょっとこう気が晴れたので、自粛のそのこう、うつうつとした感じが少しこう気分が晴れたので、みんなにも声をかけて SNS でみんなで やりましょうよというのを呼びかけたんですよね。はい、でそれには、みんなで共通に持つタイトルがいるだろうと。はいはい、それで、鳥に、自由に羽ばたく鳥に希望を託してということで、バード・オブ・ホープ、希望の鳥という、タイトルをつけて、でみんなでやりましょうと。で僕は言い出しっぺだから毎日毎日絵を描いたんですけども、アップしたんですね。そうですね。それでそれなりに反響があって、絵を描いて、鳥の絵を描いてアップしてくれた人もいるし、それから鳥の鳴き声を録音して公開してくれた人もいるし、あと日本舞踊の師匠さんが鳥を題材にした舞を舞って動画をアップしてくれた人もいるし、そういうふうに結構海外の人も含めて盛り上がってですね。で僕は毎日毎日リーダーシップとして書き始めたのを、なんとなく100までやってみようかなと思って、はい、で3月の、ね、27日でしたね、去年の。で、最初の緊急事態宣言になって、はい、でみんなこもりながらどんどん毎日毎日書いて、それで7月のね8日だか9日だかに100日連続ができたんですよね。100日100話というか、それで100たまった段階で、じゃあこれは個展ができるんじゃないかと思って、展覧会ができるんじゃないかと思って、それで東京、もともと僕東京なんですけど、東京なんですね。はい、東京都内で2度個展をしまして、でちょっとこう個展で地方でもやりたいなって、うちでやりませんかみたいなところもいくつか出てきたので、はい、それで最初にやらせてもらったのがこの、僕の個展としては3度目のこの長野の展覧会なんですよね。でここの、そうです、このノラノラのオーナー の高野珠美さんと、はい、数年前ちょっとふとしたことでお知り合いになりましてですね。で、ここをやっとられるのをよく知ってて、はいはい、それこそ SNS とかで拝見してるのにすごいいい場所だし、こういう場所でできたらいいなと。で初回の個展の時に、高野さんが来てくださってですね、はい、それで東京までね。そうです、そうです、すごい、半分東京ですから、二拠点ですから、高野さん、はいはいはい、それで会場見えた時に、ちょっとこう冗談めいて、いやそのうち長野でもやらせてくださいよって言ってたんですよね。それがうまいこと1年弱ですかで、実現して、これをやることになったという感じなんですけどね。なるほど、でもライターさん、コロナ禍ということで、はい、なかなかうまく回らない中で、もう全然取材に行けないんですから。あ、そうですね、移動ができますよね。移動が止められたので、ある種息の根も止められて、で、ライターっていうのはつまり文章ですから、最終的に右脳左脳でいうと左脳の仕事なんですよね。それが今のこのコロナって何が本当なのか、いつまで続くのか、ちょっとこう分かんなくてモヤモヤしますよね。はいはい、つまりね、論理というか左脳がこう
潰されたっていうかですね、佐野の活動をこう否定されたような感じがあったと思うんですよ。それに対して絵を描くというのは右脳の作業なので、はいはい、これだったら、ね、いくらでもできたんですよ。なぜか家だったら毎日毎日描けたんですよね。さすがにね、100日続ける間にいやもう明日描けないっていうことがあったんですけど、はい、まあ、なんとか題材を見つけたりしてしのいで、で途中からねリクエストも募集したんですよ。この通り描いてくれとか、こういう通り描いてくれって、それをまあいくつかいただいて、でネタが続いたみたいなと思うんですけどね、うん、なんか見た感じそのライターとなんか結びつかないですよね、鳥っていうと。しかしながら、うん、その鳥は実際見たわけじゃないんですよね。いや、もちろん身近にいる東京の家の部屋から見える鳥も描いてるし、それからそのまさに見たこともない鳥も描いてるし、それから何話かはね空想上の鳥も描いてますし、それからね例えば人物と鳥が一緒になったようなものとかも、例えばそこのレディー・ガガの絵があるんですけど、あれは今回のバイデン大統領が新大統領になった時に大統領就任式で歌ってる姿を、まあ僕はテレビの画面からスケッチしたんですけど、この胸に、まあ、鳩でしょうね、あれ、平和を象徴する鳥の大きなこうコサージュみたいなのつけてるんですよね、ブローチというか、まあ、これも希望の鳥であるというんで、まあ、何であれ鳥が関わってるものであればということで書いたんですけど、うん、するとねみんながね僕のことを鳥好きだと思うらしくてですね荻田さん鳥好きですよっていろんな人から言われますけどね、うん、ま、動物は全体好きだけども特にもともと鳥好きではないんですよね。たまたまその希望を託すのにいいと思って鳥を描いてたんですけど、ただやっぱ描いてるうちにいろいろ調べるし、うん、まあ描くっていうことはすごくこうつぶさに見ることですよね、はい、どういう翼はこういう形をしている、足はこういう形をしている、だんだんやっぱりね興味がどんどん湧いてきて、鳥自体今はすごい好きですよね、うん、だからこうその辺でも飛んでるのあるいは止まってるのを見るとつい見るし調べるし、うん、描いてみたくなるし、で100はその去年の7月ぐらいに終わったんですけど、しばらく、まあ、僕も燃え尽き症候群というか、はい、もう描くのはいいかなと思った頃があったんですけど、はい、ね、いつまでもコロナも状況が変わらないし、また最近ちょっと描き始めて今140まで行って、うん、もうね1000描こうと思ってます。なるほど、なるほど、かなりアジャリがほら千日開放っていうのあるじゃん、京都の山の中で、はい、ね、あれを目指そうと思って、まあ、連続は無理ですけども折に触れ1000話までは描こうと思って、うん、なんか鳥を描いたら気持ちが良かったってお話だったんですけど、はい、やっぱり鳥だったから良かったんですかね。だと思うんですよね、やっぱりその開放感みたいなこと、はいはい、これが例えば、まあ、もちろん魚でも虫でも犬でも猫でも良かったんだけど、はい、やっぱりその翼があって飛ぶ、それとこのさえずるとか、なんかこう鳥だったから良かったっていうのはあったと思うし、うで、まあね、こうやって本当にこう自然の豊かな長野に来てつくづくやっぱりこう自然、鳥っていうのはやっぱ自然の象徴なので、自然との親和性が高くて、うん、ここはものすごいいい会場でできたなと思ってます。バードウォッチングっていう言葉があるように、はいはい、その鳥のファンっていうのは結構多いですよね。多いですよね、うん、なんかほら人類も元をたどれば恐竜から鳥になって鳥から、ね、はいはい、人類に近いものが出てきたみたいな進化もあって、なんか我々もすごく近いイメージがあるんじゃないですかね。今日朝6時頃起きたんですけども、はい、周りに本当に鳥の鳴き声からまず一日が始まるような、うん、そんな感じ。いいですよね、本当にね、はい、うん、素晴らしいと思います。いろんな鳥の絵を描いたと思うんですけども、はい、もともと絵心ってのはあったんですか？それはそうですね、といっても子供の頃ね、ちょっと絵が得意だったとか似顔絵描いたら褒められたとかその程度ですけど、はい、あるいは本当に子供の頃に故郷のね展覧会、市の展覧会で入選したとか、うん、お、すごい、その程度のことですけど、でもまあ好きでしたね、うん、好きになって絵を描くことが好きになって鳥を描くことが好きになって今後はどうしようと思ってるんでしょうか？もうこれ
僕に限らずコロナになっていろいろその生き方とか仕事とかが変わった人っていうのがたくさんいると思ってて、で僕ももう何屋でもいいなと思ってるんですよね。で実際鳥もの絵もおかげさまでいくつか仕事につながって、例えばここのノラノラで出してあるシードル の、はい、ボトルのラベルですね、ラベルの絵にしていただいたり、はい、それからオーストラリアのワインのラベルになりましたし、そう どっから来るんですかね、それはインポーターの方、日本に輸入されている方が、はい、僕もともとほらワインの原稿を書いたりするので、そういうつてで日本で限定で売るワインのラベルを書いたりみたいなことが始まってきたので、もともとの仕事とその旅が多いこととか、それからいろんな人と知り合えることとかとその絵を描くということがこうつながって、新しい暮らしというかそういうことができたら、それはそれでいいなと思ってます。最後にその鶴の絵は描かないんですか？うん、鶴はね、あったんですけど売れちゃいました。おかげさまで。そうですか。はい、鶴は単調鶴を単調なしで、つまり単調のない単調鶴っていうのを描いたんですよ。うん、それに、僕にとっては女性なんですけど、手と足が組み合わさった、ちょっとシュールな絵を描きましたね。なんか夢というのはあるんでしょうかね。せっかくこうやって東京以外で東京出て絵を持って旅に出始めたので、鳥のごとく羽ばたいて、いろんなところで展覧会やりたいと思ってます。また長野も別の機会があったらぜひやりたいと思ってます。1000何回記念でしょうかね。はい、ね、1000までにはぜひまたやりたいと思います。はい、ぜひ希望に向かって頑張ってください。いや、みんなで頑張りましょう本当に。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。